ちょっとガッチリ行きたいなと思ってそしたらもう思ったよりガッチリ行っちゃうこれはすごいすごいわ食えるかな、ね、ボリュームはもちろんすごいすごいあってチャーハンを頼んじゃったんですけど失敗したと思いましたもうすごいからそんなね、名刺なんてね、あ、違うの、人の名刺だったあれ俺の名刺だったあ、なんだ、取りぼけてんな、これすいません、ごめんね、ありがとうございますもう何十年前に作ったやつだからそうですか、うん、一回作って、これ、それしかないシンプルでこれ20何年そうですか7年そのぐらいだよなここの前に6年ぐらい別なところでラーメン屋をラーメンをやって専門にやって道拡張で移転させられたのでここにあの移ってきた店名は同じいや前は違うけど本当ですか、うん、なんだっけな名前なんだっけな一歩亭じゃねえな一歩ラーメンかなまあいろいろメニューは変わってんな変わったね今は焼きそば中心になってっから焼きそばになっちゃったね、なんだかしらに、うん、前は定食とかいろいろやってたんだよ今その定食ができなくなっちゃって焼きそばが人気になりすぎちゃったんですね、うん、なんか知らないけどねなんか焼きそばになっちゃったねこう忙しくなったのはやっぱりね焼きそばの方がでかくなボリュームがあるからじゃないかなそれがちょっとみんなびっくりしちゃうねこれエビはあの焼きそばに使う？うん焼きそば、エビ焼きそばとかエビラーメンとか中華飯とかいい、ね、そういうの。なんか何忙しいのか嫌になっちゃう。処理をしておかないとさそれやるとどうなるんですかだからエビが縮まらないし硬くならないし あと衣つけてるから味がそのまま衣についちゃうもう普通の紹介さんは大体皆さんやってるんだけどジャンって言うんだけどねただ俺の場合はちょっと衣多いけどね、はい、ね普通はここまで多いし料理屋さんはしない衣を増やしてるのはどういううん、まあやっぱりなんだろうちょっと大きく見えるじゃん天ぷらじゃねえけど、うんうんうん、でもやっぱりこれ全体的になっていくとエビが硬くならないからねそういう下処理が大事なんですねそうだねやっぱり、うん、欲しい時はやっぱりちょっと多めにしちゃうといいですね、うん、プリプリっていう感じが残るからこのお肉の焼きそばに使うものそうですね小木とか小木、うん、そういうそういうのラーメン屋さんの前はどうされてたんですか店やる前、はい、は勤めてたんだだってもともと前はあの、はい、自衛隊だったから自衛隊にで夜間調理師学校に通ってで調理師免許欲しかったからねで調理師免許一応取って、はい、俺が免許取れば、はいちょっと待ってねすいませんちょっと待ってねいつも来てんだからはいはいあんなも来るんでしょだってそうそうああ、はい、じゃあ普段通りでいいかなはいはいはい
あの携帯の登録はハニーなんですね。あ、そうですね。なんでがハニーになってますね。愛妻家ですね。愛妻家で。この辺の製麺所さんなんですか。うん、松田製麺。揚げ焼きそばの、ね、麺を熟成させねえってなんでって。熟成させる、うん、熟成させねえと、うん、麺が上がらない。あ、そうなんですね。膨らまない。ラーメンと同じ麺なんですか。うん、ラーメンと同じ。あ、同じ、うん、同じ麺だけど、はい、あの別に、ラーメンはラーメンで別にしてる。へー、これはこれで熟成させた麺。違うと大変なことがある。昨日大体10日ぐらい熟成させて、うん、まあ夏場だと1週間ぐらい。これは夏場のメニューになる。おお、って茹でるの。うん、一回茹でる。蒸し仕込めるよね。蒸し麺にしてやるやつを取り付ける。そうですね。ちゃんと洗わないと、うん、ダマになってしまうからさ。使うときにね。なるべくそうしてもらってもいいですか。こちらのお仕事長いんですか。もういや、あの1ヶ月も経ってないんです。卒業してから迎えさせていただいているので。そうなんですね。きっとあの怒り声が響くと思う。そこはあのカットでお願いします。本当にできないんで。本当に親方に怒られることとかあるんですか。親方のおかみさんっていうんですかね。バレエの先生なんですけど。なるほど。ダンサーだもん。すごい。今年高校卒業したばっかり。高校で、うん、亜美さんの弟子です。あ、それはあの亜美さんが腕のほら仕事もしてるから、バレエが主流だから。俺は有名なんだけどな、あじま。俺より有名だけどな。東京の金沢をね、あちこち行ってから、この前はなんか沖縄で公演でしたね。え、すごい。あ、すごい、有名な方ですね。有名な方なんだね。有名っていうか、やっぱり結構知られてんじゃないかな。すごい。コンクールで1位取った人が選ばれるみたいな。うちの患者さんも1位取ってるから、第1回目の1位だから。すごい。ニューヨークでもやってたり、新聞に載ったのね。ニューヨークタイムズですね。あ、ニューヨークタイムズ。すごい。うん、向こうでも声やってて、俺も言ってるんだけど、俺舞台監督兼務やってる。うちのかみさんの舞台を舞台監督やってる。ニューヨークでも言ってたし、フィリピンでも舞台やってるし、その時も監督やってる。片言の英語で。はい、幅広いですね。
と合わなくて。なんで声があった。まあ時間短縮のために、はい、麻婆とか使うじゃないし、麻婆焼きそばとか、はい、麻婆ラーメンとか担々麺とかチキンとか一回火を通してからと時間がね。お客さん待たせちゃうからそこが一番嫌だと思う。なるべく回らせないように、うん、やるから、だから時間短縮っていう。まだいけるんじゃない。どうぞ。お皿だけなんですね。いらっしゃいませ。から絵出してください。こんちは。Thank you.
麻婆焼きそばだったんですけど、辛味もあって美味しかったです。ボリュームはもちろん普通はすごいあって、今日2回目っていうことですけれども、 なんでまた来ようって思ったんですか。前回一番あのメインというか楽しみにしてた五目焼きそばが食べれたんで、今回は違う、はい、もう食べてみようかなと。盛りはいいのはもう分かってたんで、はい。セットとか食べたり、すいません。わ、すごい匂い。すいません。いただきます。辛い。あ、美味しい。あ、本当だ。結構辛いでしょ。辛みありますね。うん。辛み知ってるんだもん。なんで特徴ないとさ。本当だ。辛さのパンチ力が。うん。辛い。美味しい。カレー出ます。種類がありますよね。そうだね、だんだん増えちゃったね。まあ、黄色い焼きそばもあるんでね。ああ、そうですか。え、肉焼きです。揚げ焼きそば、あれです。まだ着替えておこうかな。今日、カチュア焼き食べたい。辛いんだよ。Thank you.
チャーハンを頼んじゃったんですけど失敗したと思いました。もうすごいから。塩味難しいんですけど、まろやかだから美味しい。で、普通酢ってまろやかにするためにかけるんだけど、私酢がない方が、醤油は合うだろうけど、塩は合わないわけじゃないけど、なくてもまろやかです。こちらで1ヶ月ぐらい勤めていらっしゃるってことなんですけど、はい、なんかお仕事で大変な部分とかありますか？何を優先順位にしたらいいかわからなくて、あたふたしてしまうことが多くて、よく怒られてしまいます。本当は一人でやらなくちゃいけないので、今は手伝っていただいてるんですけど、本当は二人の親方で回してるんですけど、そこに至ってなくて、パニックっちゃいます。ここがまず第一優先で、なるべくこっちが出る寸前に他の作業をしないようには心がけてるんですけど、そこにまで私目が届かなくて、めちゃくちゃうまいです。想像以上にやばいです。食べきれるかな。まあ、フレーソース、ね、どうして今日また来ようと思ったんですか？リベンジですね。前食べれなかったんで、揚げのやつが食べれなくて、これの2倍3倍くらいで一回頼んでみてください。どう起きるっすよ。あの量の多さは元から、うん、あのいや売るんですか？最初はなんじゃない？あ、そうなんですか。うん、だからや焼きそばの皿って普通はこれなんですよ。お、一般的な、うん、一般的な皿なんですよ、はい、結局ね、この皿だと量を押しちゃうから溢れちゃうんですよ。あ、溢れてしまって、はい、ここに垂れてくるのね、このトレーに。トレーに、はい。あー、それまあかっこ悪いなと思って皿を大きちょっと大きめにしてそれでもまたなるからよっしゃ、もうないから最終的にこのサイズにしてそれ以上こぼれない。でもこぼすんだ。ああ、両者の神さんだね。うちの。そのおかげで
ね、お客さんも来るようになったんですね。だから結構アイデアマン。だから揚げさ、揚げも、はい、あの普通は揚げだとこのサイズで潰すんでしょ、あの揚げたやつをちょっとある程度、はい、であんかけしたら、したらうちのかみさんがなんだそんな格好悪いなんだかってもったいないことするの、潰さないでそのままやったらいいじゃないって言ってこのサイズにした、ガンガン言うからあの通りもうガンガンだから、もう心やっぱしだわ怒られるのが仕事みたいな。あ、でもね、素直だからみんな、だから踊りにも出てくるね、やっぱりね、素直だから。そうですか、うん、素晴らしい踊りしますよ。あと呼びに行かれる時もすごいダッシュで若いからね。今呼びに行ります。3人前ぐらいありそうな、ね、どうやって食べるの。すごいボリューム満点で美味しかったです。最後までペロッと食べれました。思ったよりか最後まで美味しく食べました。どうして今日来ようと思ったんですか。ちょっとガッチリ行きたいなと思ってそしたらもう思ったよりガッチリ行きました。増えるかな、ね、ありがとうございます。狭いのではお待たせするわけにはいかないので、来るまでお待ちいただいて、月を見て呼びに行って、なるべく早くお客様をお入れして、料理を待たせてしまっているので、1秒でも早く、先生からも教えられてまして、お客様が優先です。先生っていうのはおかみさんの、はい、そうです。呼ぶのは先生。力をっても大きいんじゃないですかね。いや本当に本当、本当にだって我々だってさ言ったらさ、うん、なんだっていう態度取られたら行きたくなくなるもんね、二度とね。味とかそういう問題じゃないもんね、うん、そういう点はね、あの助かってるね、うん、恵まれてるかもしれないね。目標とかあるんですか。
まずは踊りで一人でクラスを持てるようになりたい。ワンクラスや一人でこなせるようにまずなりたい。先生として。いいし、味もいいですね。通ってる一番の理由ってどういうところになりますか？一番の理由、やっぱ森っすか。はい、森がいい。何頼んでもうまいんで、間違いないです。エビ焼きまだ行ってないです。
本出しなんですね。そうって言われるので。あ、なるほど。お仕事やってて楽しい時とか嬉しい時みたいなことってありますか？お客さんに美味しかったよって言われた時とか、ちょっとしたことができた時とか、前回言われたことができた時は嬉しい。あんまりないんですけど、また楽しいです。お好きなメニューとか好きなまかないとかありますか？絶対に五目チャーハンが好きです。はい、絶対に五目チャーハンがおすすめです。私は大好きです、ほとんど毎日いただいてます、まかないで。焼きそばじゃないんですね。チャーハンです。